ケア、鍵を意味してると思うか。私たちが近づいたらこの文字が浮かび上がった。これは私たちに向けてのメッセージよ。ここに私たち以外で味方をしてくれる誰かがいるってこと。いるのか、俺たちに味方なんて。一番の味方よ。どうして保証できんのよ。いや、俺にも分かった。ラムダ、これを書いたやつは信用できる。多分安全に鍵の在りかへたどり着けるよう誘導してくれているんだ。いいのね。じゃあ行きましょう。あまりもたもたしていられない。ありがとう、お母さん。ベアト、しっかり。そのテンションを続けてたら体力が続かない。急に泣き出したふりをしてしばらく休んで。その間を私たちがつなぐわ。まだ大丈夫であると。やるぞ、もう一度大きく騒ごうではないか。行くぞ。さあ誰から行く。一番槍の欲しいものは。ではゴーダ、参ります。ここは戦うべきです。戦わずして敗北を受け入れることなど言語道断です。私は最初からここは戦い抜くべきだと申し上げております。ちょっと待ってください。私は探偵です。聞いたことは録音するかのように記憶できます。それは無論知っていると。もそなたは優秀な探偵でもあるからな。あんたに興味ありません、ゴーダさん。私の質問に答えてください。はい、私めが何かご無礼をいたしましたでしょうか。ちょっとお待ちください。戦いを望まぬ者がいることもお忘れなく。私は豪さんが良いかと思います。私がここに訪れて一番最初に聞いたあなたの発言です。ですが今あなたはこうおっしゃいました。ここは戦うべきです。戦わずして敗北を受け入れることなど言語道断です。私は最初からここは戦い抜くべきだと申し上げております。そう言いました。いやそんなことも申し上げたでしょうか。議論の中で意見が変わることも時にあるかと思います。そうですとも。他の皆さんも先ほどからどちらがいいか迷っておりまして、時に意見を変えられることも。いいえ、
あなたたちの議論は一貫して誰も意見を変えていません。たった今、唐突に合田さんだけがその主張を逆転させました。しかも合田さんに対する他の人間からの発言を振り返っても彼が主張を逆転させるに足るものがあったとは思えません。以上から導き出される推理は2つです。1つは合田さんにもともと意見はなく、その場の雰囲気で適当なことを言ういい加減な人間であること。もう1つは合田さんに限らず、そもそも誰も意見などなく、議論そのものがあなたたちの目的であるというものです。それは考えすぎではないか。わらわたちは必死に今後の運命を議論している。時に普段は考えられぬ心変わりがあってもおかしくはない。意味もなく議論を延長することに意味があるとすれば、時間を稼ぐこと。あなたたちは時間を稼ぐと何が有利になるのです。ラムダ・デルタ教の援軍がやってくるからですか。それも違います。なぜならあなたたちは先ほどから時折ラムダ・デルタ教やバトラに話しかけているのですが、それに対する返事が一度たりとも私の耳に聞こえません。以上全てから考えて導き出される推理は一つです。ただ合田さんがセリフを言い間違えるだけで、古田エリカにはこの程度の推理が可能です。いかがです、皆様方。皆さんの意見は最初から統一されているようですし、改めましてお返事をお伺いしましょう。よかろうぞ、わらわが答えよう。ここはわらわの、我らの黄金郷。土足で踏み入るならば相応の歓迎をしようぞ。つまりだ、上品に一言で言うとね、全訪問、攻撃陣、目標、黄金球、味噌汁で顔洗って出直してきやがれ。一夜で そう、ありがとう。それじゃあまたね、にゃー。
言郷にラムダとバトラがいない。鍵の警護にやった猫たちが誰も応答しない。ラムダの時間よ。あの子はキャンディーの匂いがするからね、すぐに見つけられるわ。最初に見つけた猫には人の姿と魔女の称号をあげるわ。何かが追ってくるわ。なんだ、あれは緑の太陽。隠れて、バレたのよ。見つかれ。戦う気？違う、ここに留まっても見つかるだけだ。なら前へ進むしかない。一刻も早く鍵にたどり着くんだ。鍵を守る猫がいないわけないでしょ。私たちは挟み撃ちにされたのよ。私はエヴァおばさんを信じる。おばさんが私たちをここまで導いてくれた。きっとおばさんは見張りの猫たちもやっつけてくれているはずよ。俺も同感だ。ここにいて見つかるくらいなら一刻も早くあそこにたどり着いて鍵を取り返そう。鍵さえ取り返せればもう誰もあの本を開くことはできない。あそこにたどり着いて鍵を手に入れて、それで、あそこ袋小路よ。逃げ場ないのよ、分かってる？それは分かってるけど、鍵は切り札。ベルンカステルにだって鍵は重要なんだ。一か八かな。鍵をカードに何かの交渉ができるかもしれない。あのベルに交渉？あんた正気じゃないわ。だがここに隠れてても絶対に見つかる。なら100億の中の一つの確率だとしても
俺はそれにかけるぜ。鍵を手に入れ、それを切り札に奴となんとか立ち回るんだ。奇跡の魔女を相手にあんたは奇跡を祈るわけ？天文学的数字の中に1を拾う、それが後宮家の魔法ってやつだぜ。私目がいいから教えてあげる。あの黄金の鍵を取り囲んでる魔法陣わかる？あれは簡単だけどなかなか堅牢な結界よ。触れば壊せる簡単な結界だけれど、でもね、どんな大魔女でも人間風情でも解くのにかっきり1時間をかけるという価値の悪い封印なのよ。式典の進行上まだ1時間前にはなってない。つまり私たちは1時間稼がなきゃ鍵に触れることさえできないのよ。エヴァおばさんはきっと見張りの猫たちをやっつけた時魔法陣も壊してくれたに違いないわ。1時間はかからないはず。見る限りまだ魔法陣は健在ね。残念ながらエヴァがそうしてくれたとしてもそれは1時間以内の話みたいよ。1時間なんてちょろいもんだぜ。少なくともそれだけ粘れば手に入るという明白なゴールがある。そうね、いいじゃない。1時間の鬼ごっこ、私こわもてに追いかけ回されるのには慣れてるの。あんたたち札付きのパー揃いね。ベルンとあの数の猫を相手に本気で鬼ごっこをさせてもらえると？確率が 1% でもあるなら俺たちが絶対にそれを掴み取ってやる。仕方ないわね。 1% よりもうちょっと確率が高くなる作戦を教えてあげるわ。ズバリ何だと思う？生贄よ。ベルンは猫だから逃げる獲物は追うけれど逃げない獲物は殺す。それもネチネチといたぶってね。最悪ね。しかし、それが本当なら、かける価値はある。生贄を一人、じゃんけんで選びましょう。負けた子はベルンをたっぷり挑発して、笑わせて、殺されて、1分1秒でも時間を稼ぐ。それでいいわね。じゃんけんはいらない。俺がやる。エンジェとラムダ、鍵の部屋へ行ってくれ。ダメよ、お兄ちゃん。私がやるわ。元はといえば、これは私の責任。ベルンカステルの言葉に耳を貸し、心を許した私の責任なのよ。だからあいつに一言くらい言ってやりたいのよ。ね、じゃんけんじゃないと決まらないでしょ。さっさと決めないとこの作戦も使えなくなるわよ。もうじき連中がやってくるわ。分かった、俺かエンジェが生贄をやる。ラムダデルタが残った方を連れて鍵を奪ったら黄金鏡に連れ帰ってやってくれ。譲らないわよ。